日本ハム、姫野裕也外野手、24が投手に転向することを栗山監督が25日明かした。この日のヤクルト戦、神宮前に電話取材に応じ、球の強さがある。それを活かしてどういうピッチャーになるのかが楽しみと期待した。転向の経緯については、もともと入ってきた時から話はあった。本人もチャレンジしたい感じはあったと説明。今後の登板のめどなどについては、めどもクソも、今年行けるなら行きたいと話した。姫野は大阪桐蔭学園高から15年ドラフト8位で入団。18年に1軍に初昇格したものの、これまでの出場は2試合のみ。昨オフに育成選手契約を結んでいた。また今季はイースタンリーグでの出場はなかった。